ニコラリゴーニはイタリアスキーを出身のサッカー選手。デリフィーノペスカーラ1936所属。ポジションは MF。2006から07シーズンに地元のクラブであるビチェンツァカルチョでプロデビュー。2008から09シーズンから継続的にトップチームで出場機会を得るようになると、クラブとの契約を2013年まで延長する。2009から10シーズンからは、 US チッタディ・パレルモとの共同保有となる。2010から11シーズンより、ジャンビとミズラーカとのトレードで、パレルモに移籍する。8月26日の UEFA、ヨーロッパリーグ予選、NK マリボル戦で70分に、ファビオ・リベラーニとの交代で加入後初出場。同月29日のカリア・リカルチョ戦では、66分に、マッシモ・マッカローネに代わりセリエデビューとなった。 12月2日のヨーロッパリーグ AC、スパルタプラハ戦で先制点を挙げ、パレルモでの初ゴールを記録する。2011年1月28日よりビチェンツァに期限付き移籍で復帰。2011から12シーズンからは完全移籍し、翌年1月にはクラブとの契約を延長した。チームの中心選手となったがクラブは、プレーオフのスエレガプロプリマディビジオーネに降格した。 2012年9月5日、AC キエーボベローナに移籍した上で引き続き、ビチェンツァでプレーする。2013年8月19日、レッチーナ・カルチョへのローンとなり。翌年1月31日からは、半年間は AS、AS チッタデッラへ期限付き移籍。7月には2014から15シーズンも引き続き、スタディオ・ピエル、チェーザレ・トンボラートでプレーすることで合意した。 2015年8月23日のエンポリ FC 戦で43分にイヴァン・ラドバノビッチとの交代でキエーボの選手として初出場。2016年3月5日の SSC ・ナポリ戦で開始2分にゴールネットを揺らし、自身初となるトップディビジョンでの得点を記録した。キエーボでは負傷に苦しみながらも4シーズンでセリエ A の79試合に出場した。 2019年7月24日、セリエ C の AC モンツァイ3年契約で移籍。クリスティアン・ブロッキ監督の下で、リーグ戦14試合に出場し、クラブのセリエ C 優勝に貢献する。クラブが、セリエ B に昇格した2020から21シーズンは、出場機会を失い、2021年1月27日に、デルフィーノ・ペスカーラ1936へシーズン。 終了までのローンとなることが発表された。U-17 イタリア代表として、2007年3月23日の北アイルランド戦で初出場。U-20 代表にも招集され、2011年3月25日のスイス戦でスタメンに名を連ねた。父のジャンルイジは元サッカー選手、兄のルカもサッカー選手である。既婚であり、 一助一難を設けている。ありがとうございます。